どうもラムです。ラムズキュン。本日はフィギュアを開封したいと思いまーす。めっちゃ見るやん。隣にビルちゃんいるもん。さあ、ということでですね、今回フィギュアを2体買っちゃいました。いやー、もうね、この間あのマッツ・ミケルセンのフィギュアをね、こう届いたわけですよ。だいぶ気持ち悪かったよね。キモいでしょ。腕だけ取れた時にすごい叫んでたの。よう見たな。このマッツ・ミケルセンのこのネンドロイド、こうやっぱね、フィギュアに手を出しちゃうとね、沼なんですよ。フィギュアで何回か人生を危うまれた人を何か知ってます。でも手を出しちゃう、それは好きなものがあるから、映画というねものがありますからね、手出しちゃうわけなんですが、まあ、最初こう手を出しやすいネンドロイドから始めようって私思ったんですよ、最近。なんでネンドロイド映画って検索したら、なんと私の欲しいネンドロイドが2つ出てきました。なので1個開封していきたいと思います。今開封したね。開封した。いきます。もうね、これ1個ね、ちょっと開けかけちゃったんですけど、もうテンション上がっちゃったんで、もう開けたいと思います。見てください。じゃーん、イットペニーワイズでーす。かわいい。なんか頭から血が入ってる。え、どこ、え、どこどこ。ほら、これほら見て。おお。犬の毛やん。それでは早速回復して一回開封していきたいと思います。いや、開けたくないんだよね、正直。このまま飾りたいのよ。でも、開ける。このさ、この剥がすのが嫌だ、毎回。ハサミとかカッターとかはで、やった方がいいか。ラムサイズだからもね。そんなサイズ売ってるのって思ったでしょ。よし。いきまーす。おお、臭い。すごい、マジすごいよ。これあの昔のペニーワイズじゃなくて、最近のこうビル・スカルズガルドが演じたペニーワイズですね。おお、てってれー、ペニーワイズ。なんでラム毎回こう開封の時に何か壊したがるんだろう。あ、すごい、ジョージーの船がちゃんとあるよ。じゃ早速失礼して。あー、かわいい。え、かわいい。え、さすがネンドロイドだよね。くっそ、煩わしいな、この。くっそ。はい、それではこの毛の部分を取っていきたいと思うよ。すっ、うわー、かわいい。え、かわいくない。え、かわいい。え、正直これマッツ・ミケルセンより可愛いかも。可愛くね。本当にホラーキャラですかっていう。でもこのね、ペニーワイズのこのなんだろう、フォルムがいいんだろうね。ちゃんと頭のこう気持ち悪い、なんかメリメリっていう感じが現れてますね。で、もう一つの顔がペニーワイズは2つしか顔入ってないんだね。ちょっと怒ってるような顔。どっちも好きだなぁ。どっちにしよっかなぁ。こう怒るとやっぱね、目の色変わるんですね。わぁ、どうしよう。でもなんかこっちの顔の方が好きかも。変えるか。どうやってやんだっけ。うわ、うわぁ、うわ、すごく、すごいハゲちゃった。あ、はまった。よしよしよし。で、こうか。あ、かわいい。なんか驚いてるみたいだね、これ。こっちにしよう、顔。これもまあ、いいけど、なんかちょっと。こういう感じだから。やめよう。あ、すごいですよ。ちゃんと風船もあります。かわいいね。キャンディーみたい。これ持たせたいな、やっぱり。お手手を変えればいいのか。左手を外します。これで刺せば
ちょっと待ってこれ、え、重力おかしくない？あ、入った入った入った、やば、ちょっと風船の重力がちょっとおかしい。え、腕、あ、腕こうか、こうだ、でもなんかちょっと葉巻みたいな持ち方してますけど、この人こういうことです、こうだ、ほら、あー、いいね。え、でもやっぱこの顔やだ、やめよう、目でドヤ顔でハゲてるいいね、あ、いいよいいよ、うんうんうん、これをじゃあうまく土台にこう、しかもね、これ見て、排水口あるんですよ、だから要はこういうことです。はい、ジョージーのシーンが再現できるんですが、なんか台紙が入ってるって、これこれこれどう組み立てんだろう、こうか、こういうことかしら、こういうことですね。だからこれをここにペニワイを、こういうことか、かわいい、こうやって飾るんだ、いつもこれごめんねって感じで刺してます。もう宙に浮いてんのもいいな、なんか逆にこう なんでネンドロイドってこんなに腕が取りやすいですか。これでなんか飛んでる感ね、かわいい。じゃあこういう感じで私は飾っていきたいと思います。そして次、間に合うか、次はですね、もう知る人ぞ知るじゃないですか、もう開けたいと思います。え、殺人鬼が届きました。まあもう今家にあるエネンドロイドみんな殺人鬼なんだけど、よいしょ、いいね、盾だ、盾ですよ今回のエネンドロイドは、こちらです、じゃん、時計仕掛けのオレンジアレックスです、かわいい。開けたいと思います、傷つけないようにね。なんだろう、なんでさ、もうフィギュアに関わらず開封するのって楽しいよね。ただ開封した後ってだるいよね、段ボール増えて。見てください、かわいいですね、こんな感じですね、パッケージね、飾っててもかわいいやつですね。見て、あ、でもシンプル、うわーい、来ました、我が家にアレックスです、かわいい。あ、結構簡単な作りだこのアレックス、関節が曲がんない、腕がこう長いままだね、でもかわいい、ギリシーで、ちょっとムッとした顔のねアレックスもいたりしますね。一応これも袋から出しとこう。アレックス口がね、ちょっとね、あのアヒル口なのがね特徴なんですけど、それは再現されてないですね。はい、このね謎のお面ですよ、この天狗のお、ね、お面みたいなのをこうかぶせます。あー、良い良いと思います、ほら、かわいいで、これにかの有名な杖をですね持たせたいと思うよ、これを。あ、それ先っちょそうなってるんやってなる杖ですね。お、あ、そういう持ち方なの。あ、手首は回るんだ、どう、こういうこういう感じ、どう、なんかちょっとちっちゃい他のと比べると。あ、違う、ペニーワイズの頭がでかすぎるんだ。どういう映画な、なんかあの飛行少年がこう、もう毎日女を強姦したりとか、こう人殺ししたりとかしてて、仲間に急に裏切られて刑務所入っちゃうの。でそれで更生させられるみたいな話なんだけど、がざっくり言うと、見てて頭おかしくなる映画です。これは女性の家に強盗に入って、
もみくちゃになるんだけど、その時にずっとこうアレックスがチッの形したオブジェを持ってこうずっと襲いかかるっていう、ずっ謎の描写がずっとあったりとかだからこうカルト的人気というか、ぜひね、まだ見てないよっていう方は見てみてください。ちなみに私が今着てる服も時計仕掛けのオレンジです。ほら、同じお面してるでしょ。どうでしょう、ちょっと躍動感あるポーズにしてみました。ほら、かわいい。いいね、お面もいい。お面取りたいけど、これやっぱお面つけてるアレックスも結構好きだったりするんで、ね、これでいきたいと思います。はい、ということで今回はこの2体のネンドロイドを買いました。やっぱこっちの方がこうクオリティは高いね。このアレックスも可愛いんだけど、やっぱ関節がこう動かない分可動域が限られるけど、これは好きなポージングができたりするんでね。ただこの重力がバカになってんだよこれおかしい。クオリティ高いな、ペニーワイズので。私あのデスノートっていうねアニメ好きなんですけど、それのあの L ってキャラが一番好きなんですよ。でその L のねネンドロイドもあったんだけど、多分ねもう定価じゃ売ってなくてめっちゃ高いの、1万とかするから諦めました。またちょっと給料入ってくるか買おうと思って。ちょコロナ落ち着いてね、上手に稼げるようになったらもう一回チャレンジしたいと思います。ペニーワイズと時計仕掛けのオレンジアレックス買いました。またコレクションに入れときたいと思います。バイバイ。いや、いいよこれ、バランスいいな、この3人。アレックス、ペニー・ワイズ、松見ケルセ、ジャン・レノ。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。